のスポーツタオルを首にかけておりますアントニオ猪木。早くもこのタオルの色合い、猪木の満身創痍の肉体から闘魂のロマンが這い出してきたかのような感じであります。春高難がジーッとする一戦をアントニオ猪木に浴びせている。さあそれを受けて立つ猪木、猪木がガキッとその砲丸の熱き視線を捉えた。さあ歴史的対決 6.24、 異様なサックの中でゴングが鳴った。大歓声、1万3000人の観衆のその声援の中で歴史的ゴングがかけられてしまった。さあ猪木はまずは挑発する。山本さん、はい、猪木まずは格段に出ましたね。面白い作戦ですね。まあどちらでいいですね、方面安全に参加する方ですからね。むしろこういう作戦いいと思いますよ。櫻井さん、はい、まあ、試合が始まる直前までの、はい、どういうのこのですね駆け引き、はい、どうご覧になりました。